どうもー、影やんです。今日ね 3.18 キロですかね、走って今、クールダウンに入っております。よう走ったなと僕は自分で思ってるんですけども、自分で自分を褒めてやりたいような気持ちになっとるんですけども、というのはね、今日ちょっと早起きしすぎましてね、3時過ぎに起きたんですね。で、3時過ぎに起きて、いろんなね、こう毎日のルーティンというか作業をこなしていってですね、ほんで日中はね、お客さんは施術ですね、和眼性の施術をしてですね、ほんで、お客さんがいないときはちょっともう休憩したりしてて、今日はもう走るのやめようというふうに思ってたんですね。で、6時になってね、夜の予約はなかったんで、もうお店は閉めたんですけども、で、まあ、走らんとこかなと、さすがにちょっとしんどいなと思ってたんですけど、家族にですね、まあ、短い距離でも走ったらって言われて、そうか、短い距離やったら走ろうか、まあ、1キロぐらいやったら走ってちょっと汗かく感じでもええかと思って、でこう走り出したんですね。で、さすがにいつものように3キロ走るのはしんどいなって思いながら走ってたんですけど、体はね、これ結構平気なんですよね。体体力あるんで走れるんですよね。で、走れないと思ってたんは自分の気持ちというか、気持ちがその走れへんとこう決めつけただけでね、体は全然走れるんですね。だから気持ちって大事やなっていうふうにちょっと今日は思いましたね。な、全然だから、まあしんどくてもこれ3キロぐらい走ってまえっていう感じで走ればもっと楽に走れて、決まって楽に走れたんですけどね。で、2キロぐらいこう走ったところでもう2キロ走ったら3キロ行こうと思って、で、結局いつもと同じぐらいの距離を走ってですね、やったったみたいなね、気持ちになっとるんですけども、結構ね、これぐらい、それは10キロ20キロ言ったらね、ちょっとしんどい時はかなりしんどいのあるんかもしれないですけど、3キロぐらいの距離やったらこう気持ちで乗り切れるんでね、気持ちでこう負けんようにせなあかんなってすごく今日は思いました。まあ勉強になりましたね。自分の体で身をもってこう知ったというか、体は全然動けるんですよね。だから気持ちの部分ですね、気持ちの部分でこう走れへんと思い込んだら、体、その気持ちがしんどくなるんですね。だから気持ちをシャンとしてね、もう走ったれみたいな感じで走れば全然走れると、ちょっと睡眠不足はあったんですけども、それぐらいのことは何もでもクリアできるいう感じがあるんですね、っていうのがよく分かりました。全然体力があるというところですね。これが、まあ、で昨日走って今日なんでね、全然その体力的にもあるし、でそんなに忙しいわけでもなかったんで、だから結局、もうちょっと3時自分にこう甘えた感じになったんですよね。結局走れたきっかけは、まあ家族がちょっと走ってみて、こう体を動かせばね、あとはなんとかなるっていうか、その走る前にやめてしまうともう走れないんですけど、走り始めたら走れるっていうね、そういうことがよく分かりました。で、この後ね、空手の肩の稽古、ちょっとずつやっぱり、やることにしました。で、今から、公園行ってね、やっていこうかなというふうに思いますか、やりますということですね。なんか途中は雨降りそうやったんですけども、まあ雨も降らずにね、最後まで走れたんで、その、まあ、天気も味方してるかなっていうところもありますんで、この後いつもの公園で、肩の稽古したいかなというふうに思います。ということで以上です。